産経新聞、令和3年3月23日、火曜。産経書、アンネナプキンは高度成長の最中の昭和36年に売り出された。発売1日目で問屋入荷分の9割が売れてしまう。女性の社会進出を支えた生理用ナプキンの歴史はこの時から始まった。月経をアンネと呼んだ頃、田中光著、アンネと言われてもピンとこない世代であろう。昨日のオピニオン欄に掲載された高校3年生の藤林綾乃さんのエッセイを興味深く読んだ。友達になったインドからの留学生は、日本のナプキンの質の良さに感動していた。インドでは多くの女性が高額なナプキンを買えず、不衛生な処置のために子宮の病気や感染症で苦しんでいるというのだ。実は経済的な理由で生理用品が買えない、いわゆる生理の貧困の問題は人ごとではない。学生を対象にした最近のアンケートで、生理用品を買うのに苦労したことがあると答えた人が 20%、 トイレットペーパーなどで代用したことがある人も 27% に上った。コロナ禍によってアルバイトができず、多くの女子学生が経済的に困窮している実態が浮かび上がった。アンケートについては国会でも取り上げられた。菅義偉首相は60億円の予算をつけ、 NPO の支援活動を後押しする方針を示した。女性が生涯で生理用品に費やす額は70万円とも150万円とも言われる。世界を見渡せば、昨年11月、英国のスコットランド議会が住民への生理用品の無償提供を全会一致で決めている。ニュージーランド政府も今年2月、すべての学校で生理用品を無料で配布すると発表した。女性のみに課される負担を大幅に軽減するために思い切った方策を打ち出したスコットランドとニュージーランド。どちらも女性が首相を務めている事実ともちろん無関係ではないだろう。